ってた時に甲子園行くぞ言うて応援してたわ。やっぱり野球部が頑張ってくれると街が盛り上がりますよね。あ、出てほしい。死んでもええ命引き返したるわ。いや本当に昨日のところ本当に出したってほしいよ。やっぱりまあ正直悔しいんで、この経験を生かしてまあ練習からしっかりみんなでもう一回気引き締めて取り組んで、僕たちの代で絶対いけるように、あの絶対一番取ります。僕たちはその野球うまい子と野球したいんじゃなくて、やっぱ木の下で野球したいっていう子たちと野球したいんで、一緒に甲子園目指してあの日々しっかり努力できたらなと思います。いた。三浜中学校の中道小太郎です。ポジションはショートです。意気込みはしっかりと甲子園出場できるようにチームに貢献したいと思います。よろしくお願いします。木本中学校の勝田雄也です。ポジションはピッチャーと内野です。自己紹介は2年の小倉要です。お願いします。同じく2年のヒロトと申します。よろしくお願いします。キュッキュッ、はい、ダッシュ合わせます。はい、スタート切って、まあ、牽制されたら戻ってって感じです。はい、はい、はい。グッチャンは総合やで。総合、うん、一緒。おっしゃい。はい、4周目。僕らの学年が5人しかいないんで、まあ、あのこれから の, その野球部の存続っていう面でどうかなって思った時に9人入ってきてくれたんで、とても嬉しかったです。まあ、これから一緒に頑張って、まあ、この3年生オール代もそうですし、自分たちの代でも甲子園目指していけるように頑張りたいと思います。よかった、新チームはできた。甲子園で出たら死んでもええ言うた男やから、
彼らにもそういう気持ちを持って3ヶ月間の野球を楽しんでほしいね。いじめたらあかんと、お前らこら1年生言うな、それだけですわ。先輩らは上手にさ教えてそれにするべきやと思うよ。もう過疎の町は特にそうやね、まあ、とりあえずつながるかなと、あとあとに、ね、もうこれで人数が少なかったらね、チーム運営自体が苦しくなる。2、3年生の子たちにとって1年生がどんな存在になってほしいなとかってのはありますね。え、その1年生の中からね、これはいう選手が出てくれば、2、3年生がうかうかできんような状態になってもらうと嬉しいよね。高校で来て急にまた入ってくれて本当にありがたいことで、こういうふうに平日もこんな形で盛り上がっていくとより一層いい練習ができると思います。なんか泣きそうですいろいろ練習の中で試合を想定してできるっていうのはまあ本当に楽しいですね、はい、こういったのも1年生含めて22人でこうやっていけばやっぱり3年生もまあ、うかうかしてられないというか、ね、レギュラー確約されたものじゃないっていうことをねもう感じてもらって、もうどん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 使っていきたいなと思うんで、1年生もその気で夏のスタメンっていうところとかを目指してほしいですね。1年生が入ってきてくれたおかげでこうやって守備も全部ついて出てきました。いろんな連携だったりとかバッティングとかできて良かったです。22人で、まあ、2人ベンチ外れてしまうんですけど、まあ、それでもベンチ外の人たちとも一緒に全員で甲子園勝ち取れるようなチームにしたいです。甲子園行くぞ。